皆さん、こんばんは。ご紹介をいただきました、株式会社アイデアの杉田でございます。今日は愛知県の西尾というところがね、全国生産の中では有数な生産地であります。で、この皆さん地図を見ていただきますと、矢作川っていう川があります。それから元々流れていた矢作古川という川があります。で、その三角数がとてもいい抹茶がおります。で、なんで西尾が抹茶の産地になり得たかっていうのは、今のその三角数は当然砂地であります。ですから非常に苦さ渋みのない抹茶に合った原料茶葉が取れました。そして、ね、これは日本祭にしますには全部茶臼数なんですね。この茶臼数でないといい抹茶が取れません。その道具が、石材がですね、一周数の石材が岡崎の御影石がとても良かった。それとお客様がですね、この尾張です。さすがの尾張、文化水準、そして輪の高さ、文化の高さ、この尾張が非常にお客様であります。ですから、そして、そこでですね、米国では今申し上げたように抹茶のスムージーだとか抹茶のラテ、そして抹茶アイスクリーム、これが米国では非常に今たくさん出ています。で、ヨーロッパの方は日本の伝統的な飲み方を非常に好んで飲んでいただきます。ですからちょっとしたそのティーパーティーなんかは日本の茶筅、日本の抹茶茶碗、それに抹茶を入れて、本当に抹茶を立てて一服どうぞっていうような形で、ね、出してくれます。ですから欧州ではことにドイツ語圏はそういう形で日本とほとんど同じような飲み方をしておってくれます。それから南ベルギーへ行きますと、さすがのチョコレートに使っていただいたりね、そしてフランスへ入りますと、やっぱりフランス料理の中のデザートの中に使っていただく。イタリアへ行きますと、やっぱりイタリアンジェラートの中へこう使っていただく。同じヨーロッパとはいえ、ゲルマンとラテンとね、好みも違うし、考え方もかなり違いますので、やっぱり使い方も違うものがある。皆さん、大家晚上好。はい、ありがとうございます。中国語を勉強している方だったら分かると思いますけれども、今のは皆さんこんばんはというふうに言いました。どうかしておりま す、私はですね、近藤誠と言います。2004年の9月に、愛知大学経済学部、民族経済学科ですね、卒業いたしまして、中国で抹茶を作るというプロジェクトを遂行すべく私は入社いたしました。で、その後ですね、約1年間日本の本社で、抹茶の製造方法とか、そういったものを勉強いたしまして、05年に、浙江省の方に行きまして、中国の現地法人がありました。浙江省に就航しました。その後7年間浙江省で、滞在しまして、2012年から上海に工場を移転したものですから、上海の方に2年間滞在しました。育った環境や教育が違うので、やっぱ考え方とかっていうのは絶対違うんですよね。だから当然言わなくても分かるだろうとか、遠慮してくれるんじゃないかなっていうふうに思ったら、やっぱり痛い目に遭うので、やっぱり日本にいるときの物事をですね、はっきりとこう表現するように、ね、すると、やっぱちょうど中国人の人とこううまくコミュニケーションを取れるじゃないかという。あと、そうですね、外国人から見ると日本人はやっぱり何を考えているか分からないそうなんですよ。中国人からも一人言われました。
日本人、表面的にはなんかいい顔してるんですけど、実は腹の中に何を持ってるかよくわかんない、ですからやっぱりこう表現をするというのが大切です。